マヨルカ島は地中海西部のバレアレス海に浮かぶ島。バレアレス諸島最大の島であり、メノルカ島と共にバレアレス諸島北東部のジムネジアス群島を構成している。マジョルカ島やマリオルカ島とも表記される。1983年にスペインの自治州としてバレアレス諸島州が成立すると、マヨルカ島のパルマデマヨルカが州都となった。メノルカ島やイビサ島など、 バレアレス諸島の他島と同様に人気のある観光地であり、特にドイツとイギリスからの観光客が多い。名称はラテン語で大きな島を意味するインスラマイオルに由来し、後に大きな方を意味するメイオラカとなった。さらにカタルーニャ語でマヤカ、メヤーカとなったが、イエスムという発音現象によってマヨーカと綴りが変わって現在に至る。一方で、 メノルカ島の名称は、マヨルカ島と比較して、小さな方を意味する、ミノウカに由来する。英語では、マヨルカ、イタリア語では、マヤカ、フランス語では、メジャーック。古称は、マヨル島。マヨネーズの語源という説もある。地形図マヨルカ島は、地中海西部のバレアレス海にある、バレアレス諸島を構成する島であり、スペイン本土から見て、東側に位置している。 面積は3640.11平方キロメートルであり、バレアレス諸島では最も大きく、日本の沖縄本島の約3倍である。2012年の人口は86万9千人である。地中海の当初の中では面積は中規模であるとされるが、地中海における面積第3位のキプロス島に匹敵する人口を持つ。 地中海の主要な当初の中では一わ人口密度が高く、人口第一位のシチリア島よりも高い人口密度を有する。東西幅は 96km、南北長は 78km であり、海岸線の長さは 554km である。バルセロナから見て約2 1 0キロメートル南、バレンシアから見て約 240km 東にある。 フランスのマルセイユからパルマデ・マヨルカまでの距離は 460km、アルジェリアのアルジェからパルマまでの距離は 340km である。地理学者のオノフラルリアンは、マヨルカ島を産地と平地、内陸部と沿岸部、パルマとパルマ街という3つの軸によって8つの地域に分けている。マヨルカは1つの小型の大陸である。無数の浜があり、山脈があり、鉄道があり、 耕された平野、ひらの歴史的大都市、デパート、部クがあり、ミシュランの星印を持つレストランでは、王公貴族が食事をする。アンドリュー・イーメス、インサイトガイズ、マヨーカイビザ・トラムンターナ山脈山地、編集北西部のトラムンターナ山脈と南東部のリエバン山地という2本の山脈が、マヨルカ島内を走っている。リエバン山地は、 標高約500メートルと比較的低い山地であり、美しい農村景観を持つことからトレッキングに人気がある。トラムンターナ山脈は南西岸から北岸にかけて90キロメートルにわたって伸びており、1067平方キロメートルの面積を持つ。イベリア半島南東部のベティコ山系と連続性を持ち、北に向かうほど急瞬になる。海に向かって、 劇的に標高が落ちるため、海岸には崖が形成されている。トラムンターナ山脈には、マヨルカ島最高峰のプッチマ城があるが、プッチマ城の頂上は、軍用ゾーンとなっており、民間人がアクセスできる、マヨルカ島の最高地点は、プチダマサネイヤである。トラムンターナ山脈内の、山脈内の多くの地域は、保護地域となっており、2011年には、 トラムンターナ山脈の文化的景観がユネスコの世界遺産に登録された。山脈は石灰岩で構成されており、その侵食作用によって洞窟、湧き水、急流を形成、約700の湧水場がある。湾、平原、続島、編集北岸にあるユリエマヨルカ島北東部にはポリエンサ湾とアルクディア湾があり、南西部にはパルマ湾がある。 ポリエンサ湾はトラムンターナ山脈の北端部に囲まれており、アルクーディア湾はリエバン山地の北端部の先にある。洞窟や小規模な入り江はマヨルカ島の観光資源であり、それらは主に東岸に位置している。マヨルカ島の中央部には肥沃なマヨルカ平原が広がっており、動植物の豊かさで知られている。典型的な植物は松、トキワガシ、キャロブなどの樹木である。 アーモンドやオリーブの栽培など、島の農業の大部分はこの平原で行われている。南岸は、マヨルカ島の中でも乾燥して、岩がちな地域であり、エスミグジョルンと呼ばれている。エスミグジョルンと二つの産地は、島の中央部にある肥沃なマヨルカ平原を取り囲んでいる。マヨルカ島の沖合にあるすべての小島は、行政的にパルマに属している。 東南岸にある無人島のカブレラ島は、カブレラ群島マリエコールテレストリアル国立公園に指定されており、西岸にある無人島のドラゴネーラ島も保護地域となっている。マヨルカ島にある、その他の特徴的な地形には、アルファビア山地、アスクルナドルス、フルマントール岬などがある。周辺海域、編集バレアレス海の範囲イベリア半島とバレアレス諸島の間の海域は、 バレアレス海と呼ばれ、その最大水深は2065メートルである。カステリオンデラプラナの沖合約50キロメートル、バレアレス海南西部には、無人島のコルンブレテス諸島があるものの、その他に島や浅瀬は存在しない。イベリア半島の沿岸部から20の65キロメートルの範囲に大陸方が広がり、水深が最も深いのは中央部である。 バレアレス海の主要な港湾都市は、スペイン本土のバルセロナやバレンシア、マヨルカ島のパルマなどである。地中海西部には、長さ 900km、幅 200km にわたって平坦な海底があり、この平均水深2000から 3000m、最大水深 3150m の海底は、バレアレス深海平原と呼ばれる。その東端は、フランスのコルシカ島とイタリアのサルデーニャ島、 南端はアフリカ大陸のアルジェリア、北西端はスペインのバレアレス諸島であり、フランス本土の沖合はバレアレス深海平原には含まれない。フランスのローヌ川やアルジェリア北岸の海底国から多くの堆積物が供給される。マヨルカ島の平原や山地は主に新大三気後期に形成されたとされ、バレアレス諸島は150万年前に形成されたとされる。 この平原や山地は南西から北東方向に連続性を持ち、イベリア半島南東部のベティコ山系と連続性を持つ。マヨルカ島の地質はほぼ完全に石灰岩からなり、石灰岩は強力な侵食作用で峡谷や洞窟を形成している。もともと高水量に乏しい地中海性気候に高等火星の石灰岩が組み合わさっているため、 大半の河川はすぐに水流が途絶える。マヨルカ島内には一年を通じて水をたたいている河川は存在せず、淡水資源の大部分は地下水が占めている。雨水は石灰岩を投下して地下水となるため、マヨルカ島に池や湖は少ない。地下水に極度に依存しているという点で特筆すべき地中海地域の当初であるとされる。 マヨルカ島の気候は典型的な地中海性気候であり、欠片の気候区分では草に分類される。特に降水は季節性が顕著である。冬季には低気圧の中緯度偏成風ベルトの影響で大雨が降ることもあり、偏成風ベルトが高緯度に移動する夏季には高気圧の亜熱帯ベルトの影響を強く受け、乾燥した暑い気候となる。この結果、年降水量の大半は、 周期と冬季に集中し、最も降水量の多い時期は10月から12月である。年降水量は地域的な差異が大きく、南東部ではわずか300ミリメートルであるのに対して、そこから100キロメートルも離れていない、北西部のトラムンターナ山脈では1200ミ、mm、リメートルとなる。平原は暑い夏季と穏やかで涼しい冬季を持つが、冬季のトラムンターナ山脈は、 平原より温度が低くなり、しばしば降雪も見られる。平地では年間300日以上が降天日とされており、古くから地中海の楽園と呼ばれる。冬季の日中の気温は摂氏10から15度と穏やかであるが、夜間には摂氏10から5度まで下がる。夏季の気温は摂氏約27度であり、最高気温は摂氏30から32度である。 パルマの年平均気温は日本の鹿児島市とほぼ等しいが年間の気温格差は鹿児島市と比較してはるかに少ない。海水の温度は夏季の8月が摂氏25度、冬季の1月2月が摂氏16度である。冬季から春季には強風が吹く。南東風のシロッコはアフリカ大陸の砂漠からマヨルカ島に赤砂を運ぶ。トラムンターナ山脈は マヨルカ島を北風から守っており、マヨルカ島の気候を決定づけている。1965年のマヨルカ島の人口は40万6000人、人口密度は112人、平方キロメートルであり、スペインの中でも人口密度の高い地域だった。マヨルカ島を含むジムネジアス群島は宗教人口が多く、イビサ島などのピキウザス群島は三居人口が多かった。 マヨルカ島の2006年の人口は79万763人、2012年の人口は86万9000人であり、今日でも早いペースで人口が増加している。カナリア諸島のテネリフェ島とグランカナリア島、バレアレス諸島のマヨルカ島と、スペインには3つの規模が大きな島があり、それぞれ80から90万人の人口を有している。マヨルカ島は、バレアレ諸島で、 最も人口が多い島である。バレアレス諸島全体の面積は四千九九百十二キロメートル。二千七年のバレアレス諸島全体の人口は百三万人であり、マヨルカ島はその面積で諸島全体の七十二点五パーセントを人口で諸島全体の七十八点六パーセントを占めている。マヨルカ島内で最も人口が多い自治体はパルマデマヨルカであり、 パルマに隣接するカルビア、東部の中心都市であるマナコールがパルマに続いている。パルマデマヨルカ都市圏は、パルマを中心とする旧自治体で構成されており、マヨルカ島の人口の50%以上が、パルマデマヨルカ都市圏に住んでいる。パルマ、編集詳細は、パルマデマヨルカを参照マヨルカ島の首都である、パルマデマヨルカは、 戦史時代の集落の一石の上にローマ人が築いた野営地が基礎になっている。ローマ人はその集落をパルマリアと呼んだ。西ローマ帝国の崩壊時にはバンダル族がパルマリアに何度も略奪行為を加えた。パルマリアの支配者はその後ビザンツ帝国、アトマイアアサ、ムラービトアサ、ムワヒヒド朝、アラゴン王国などと変遷した。 スペインの民主化後の1983年にバレアレス諸島自治州が設置されるとパルマが自治州都となった。マヨルカ島の南東沖にあるカブレラ島も行政的にはマヨルカ島評議会の一部でありパルマの自治体域に含まれている。1857年時点ではスペイン第9位の4.3万人の人口を有していた。1887年には6.0万人。 1920年には7.7万人、1950年には13.7万人、1970年には23.4万人と、堅実な伸びを見せ、スペインの50県との中でも常に上位に位置した。1991年には30万8616人、2011年には40万5318人となっている。下記には、各国から、 観光客が集まることから地中海の夏の首都と呼ばれることもある。2008年時点ではパルマの人口の19.5%に相当する77,330人がスペイン以外の国籍であり、これはスペイン平均よりも高い比率である。国籍別の内訳はアルゼンチンが5,682人、ボリビアが5,541人、ブルガリアが5,293人、 コロンビアが5200人、イタリアが5142人、ドイツが4724人、モロッコが3397人などだった。マヨルカ島にある、戦死時代の集落マヨルカ島には、戦死時代の紀元前6000年、紀元前4000年頃に、人類が住んでいた痕跡がある。青銅器時代には、巨石記念物を含むタライオティック文化が栄え、タライオットと呼ばれる。 埋葬場や住居の痕跡が発見されている。マヨルカ島のタライオットの霊カルタゴ時代、編集ローマ時代の陶石兵初めて、マヨルカ島に植民を行ったのは、紀元前8世紀頃に、レバントからやってきて、多数のコロニーを築いた、公開民族のフェニキア人であり、マヨルカ島は主要なフェニキア都市となっていた北アフリカのカルタゴの陶生館に入った。紀元前700年から、 紀元前145年のバレアレス諸島はフェニキア人によって支配され、フェニキア人の時代にバレアレス諸島の商業中心地となったのはイビサ島のエービスサであり、マヨルカ島はわずかな役割を果たしたに過ぎなかったが、ポエニ戦争で投石種としてカルタ語のために戦ったマヨルカ人の存在が文献に記載されている。バレアレス諸島の名称は投石を意味するギリシア語の バラーンに由来すると指摘する歴史学者もいる。侵略者から領土を守る唯一の防衛手段が投石だったため、マヨルカ人投石士は優れた投石技術でよく知られている。ローマ時代、編集ローマ都市ポレンティアの遺跡ワレアレス諸島地域からやってくる海賊との戦いに疲れたローマ人は、紀元前123年にクイントスカエキリウスメテルスバリアリクス率いる。 軍隊を送って迷うバレアレス諸島がキリスト教家されたのはこの2世紀のことである。ローマ時代には北岸のポリエンティアと南岸のパルマリアという2つの都市があったとされている。加えて建設がローマ以前に遡る北部のボッチョリスの町は古代ローマの連合市となった。ローマ時代にはオリーブやブドウの栽培。 岩塩の採掘などがマヨルカ島の経済を支えていた。マヨルカ人兵士は陶石の技術がローマ帝国内で評価された。バンダル族、編集455年のガイセリックの王国の最大半と古代ローマ文明を終わらせた原因については、諸説あるが5世紀の商標期が引き金になったという説がある。グンデリック王が率いるバンダル族は406年に 凍結したライン川を渡り、409年にはピレネー山脈を越え、419年にはイベリア半島西部に国を建てた。425年には当時ヒスパリスと呼ばれたセビージャとカルタゴの間で西ローマ帝国の目を盗んで密貿易を行い、427年にバレアレス諸島を荒略した。グンデリックの息子ゲーセリックは地中海においてカルタゴ、シチリア島、 コロシカ島、サルデーニャ島、バレアレス諸島に半島を築き、イタリア半島の沿岸集落と密貿易したり、海賊行為をしたりする際の基地として、マヨルカ島を利用した。バンダル族は、キリスト教徒を迫害した。ユスティニアヌス一世定期、555年のビザンツ帝国の半島中世前期、編集地中海世界の中世は、信仰を統治原理にした参政力、 ギリシア正教、カトリックイスラームの目まぐるしい交代劇に彩られる。マヨルカ島もこの例にもれないが、少なくとも中世の前半期は、いずれの勢力が支配した場合であっても島には、反独立的な地位が認められた。32、バンダル王国を討った将軍フラビオス・ベリサリオスは、敗下のアッポロニオスをバレアレス諸島に派遣し、534年前後にマヨルカ島を、 ビザンツ帝国の半途に入れた32以後10世紀初頭に至るまでの500年間弱島は名目上ビザンツ帝国領になったが中核的な先住島民へのギリシア政教の影響は限定的であった35ビザンツ人はバレアレス諸島の各島にギリシア政教の教会を建てそれぞれに司祭を派遣したが先住島民の教家は 非常にゆっくりしたものであったとみられる。39。マヨルカ島と似たシチュエーションにあったコルシカ島とサルデーニャ島では、ビサンチン時代の終わり頃でも、まだ伝統宗教の信仰が強く残っていた。39。20世紀末から実施されるようになったビザンツ時代のキリシア政教の教会史の考古学的調査によれば、タライオット集落、ローマ人の植民史、 バンダル族の集落のいずれとも重ならない位置に立地しており、先住島民とのつながりが希薄であった可能性が示唆される。39。マヨルカ島のギリシア正教会、ソンペレト教会の先礼堂跡かつて、マウレタニアと呼ばれた北アフリカのマグリブで遊牧生活を営んでいたベルベル人は、8世紀より前はキリスト教などを信仰していたようであるが東方から、 北ウマイヤ朝によるマグリブの征服後、イスラームを受容した80から93。イスラーム化及びアラブ化したベルベル人であるムーア人とウマイヤ朝軍はイベリア半島を征服した80から93。バレアレス諸島にも707年にムスリム軍が来襲し、地元の市長が何人かダマスカスまで捕虜として連行された33。ムスリム軍は一時期、 南仏まで攻めたが、789年頃には、フランク王シャルルマーニュに、ピレネーサン脈役まで押し戻された。フランク王国の年代記には、セプティマニアを手に入れた、シャルルマーニュの宮廷に、バレアレス諸島が、海賊の来襲を受けているという知らせが入ったと、記されている。33。798年に、マヨルカ島のキリスト教の修道開始からもたらされた。 この知らせにおいて、海賊は、サラセン人とムーア人であるとされている。マヨルカ島は、ムーア人のイベリア半島征服から150年ほど遅れた902年、あとウマイア朝のアミール、アブドゥッターの時代に、コレドバに併合される。マヨルカ島のコレドバへの併合の経緯は、イサーム・ハウラーニーという人物が航海の途中、公天のためやむなく島に寄港した、際、島の様子を見て、これを機に、 入りバレアレス諸島全体のコルドバへの編入をアミールに苦心し、アミールがこれを許したとというものだったとされる。ハウラーニーのコンキスタは小規模な小競り合いだけで終了した。ムスリムとの最初の接触があった70。707年から903年までをビザンツイコールムスリム時代と呼ぶ研究者もいる。33。この時代は外部のイスラーム勢力が散発的に権益を主張する一方で。 ビザンツ人が優位を保つ、社会構造が継続した、33。なお、マヨルカ島はこの時代に、ゲルマン系のノルマン人による来航も経験した、33。ノルマン人は、シチリア島に王国を建国する。10世紀パルマに建設された、ハンマームアとハウラーに以後のムーア人の支配者は、海賊行為をよく取り締まり、島の商工業を発展させた。政治史上は、 あとウマイヤ朝が、その後、ターイファという小王国軍に解体、分裂することになり、80から93、マヨルカ島は1015年から、デーニアのターイファ国の一部、1087年以後は、分離して、マヨルカのターイファ国を形成した。しかし、経済上は、アフリカ大陸北岸、イベリア半島、バレアレス諸島が、アラブイコールイスラームの文化、 小習慣を共有したので、マヨルカ島では、貿易が、盛んになった。ムーア人はまた、灌漑や有用作物を島に導入して、農業も発展させた。ターイファ時代には、コルドバ出身の博学者、イブンハズムが、マヨルカ島を訪れ、知史を表した。イブンハズムの、マヨルカ島知史は、12世紀頃までのマヨルカ島の、歴史を知るための一級の資料になっている。 レコンキスタイゴは、商工業が停滞したので、マヨルカ島の民族、言語、食文化などには、ムーア人が支配した時代の痕跡がよく保存されている。中世後期、編集マヨルカ島に遠征するカタルーニア人を描いたゴシック調の壁画。アルモガバルスを描いたものか。11世紀から14世紀にかけてのイベリア半島の歴史は宗教的寛容が失われ、 カトリック、ムスリム、ユダヤ人の共存が崩壊していく過程でもある。マヨルカ島は、この点、リベリア半島とは少し異なる歴史をたどった。ファナティックな村人町も、ムワヒド町も、半島より遅れて、マヨルカ島を支配下に入れ、しかもその支配は、ずっと緩やかであった。マヨルカ島が半島より100年遅れで、宗教的にファナティックな村人町の支配下に入った、きっかけは、 カトリック勢力の武力攻撃である。マヨルカ島の繁栄は十字軍の襲撃を引きつけることにもつながった。1114年にバルセロナ・ハクラモンバランゲー3世を名手としたカタルーニャ君主国軍、ピサ共和国、聖ヨハネ騎士団等が連合してマヨルカ島への十字軍遠征を行った。カトリック連合軍はイビサ島とマヨルカ島の首都マディーナ・マユールカーを8ヶ月間包囲した。 あと、交渉の末えた、戦利品に満足し、マヨルカ島を占領することなく帰った。マヨルカの大ファは、アンダルスの政権村人町を頼り、マヨルカ島は1116年に村人町の勢力圏内に入った。以後の120年ほどの間、マヨルカ島には、ワーリーという地方大官が置かれ、ワーリーによる、反自律的な統治が行われた。ワーリーは、 ムラービト町を起こしたベルベル系、サンハージャ部族の一子族、バヌーガーニーヤにより世襲された。アンダルスとマグリブの政権が1144年頃、ムワヒド町に交代した後は、バヌーガーニーヤが中央の支配を受けず自立した。ワーリー・イスハークが、マヨルカ島を治めた1152年から1185年までの、時代は特に繁栄の時代として知られている。ムア人アラブ人には、 アラビア語で、マディーナ・マユールカーと呼ばれた島の首都は、12世紀終わり頃には、人口3万5千を数えるようになり、人口規模で見ると、当時のバルセロナやロンドンと同等の、西ヨーロッパ有数の大都市であった。マディーナは12の外区に分けられ、地中海によく見られる、迷宮都市の様相を呈した。また、ムーア人の支配者は、非政府民の信仰については自由に任せたため、 マディーナには国際都市の雰囲気が漂った。なお、マヨルカ島繁栄の時代は西洋史学では中世温暖期と呼ばれている時代に合致する。1229年のカタルーニャ軍によるマヨルカ島の征服を描いた壁画。島の上でムーア人を刺し殺すカタルーニャ兵。1208年から島を治めたムワヒド町のアブーヤフヤーが最後のワーリーとなった。 マヨルカ島は1229年にアラゴン王国軍の侵略を受け、マディーナ・マユールカーが9月から3ヶ月間にわたり、包囲された後、海上、マヨルカ島の征服が完了した。マヨルカ島のレコンキスタを成し遂げたアラゴン王国は、もともと内陸のカトリック王国であったが、12世紀前半にカタルーニャと連合し、兄弟化した。 西ヨーロッパの中世的封建国家は常に風神に与える報道を必要としたから若くして王国を受け継いだ。ハイメイッセイは領土拡大を起とした。バレンシアとバレアレス諸島候補は2カ所あったが貿易をマヨルカ島の商人に支配されていることに不満を持つバルセロナの商人はバレアレス諸島侵攻を支持した。20歳そこそこの王による知性はその後 50年近く続いた。パルマ大聖堂の建設や大学設立の準備はこの間に行われた。ハイメ一世はマヨルカ島にバルセロナ監修法を導入し、バルセロナ人商人に商業特権を与えた。カタルーニャ語の父とも呼ばれる哲学者のラモン・リュイは、このレコンキスタ語ハイメ一世が1276年に亡くなると、その領地は二人の息子が、 分割相続した。アラゴン王位は兄ペドロが次、バレアレス諸島とセプティマニアを弟のハイメが相続した。弟ハイメはマヨルカ王位について自らの相続した国を独立したマヨルカ王国として成立させた。アラゴン王位がペドロ3世の息子アルフォンソ3世の代になると、マヨルカの武力によるアラゴンへの再統合が試みられたり、 メノルカ島が征服されたりしたが、アルフォンソの次に、アラゴン王を継いだ、ハイメセ世は、1291年にメノルカ島を、マヨルカをハイメセ世へ変換した。マヨルカ島の地図制作学派の一人、アブラハム・クレスカスによる、カタルーニャ地図ハイメセ世の地勢は短期間だったものの、歴史学者はこの時代を、マヨルカ島の黄金期と呼んでいる。ハイメセイの下で、農業、 工業、海上交易が発達し、新しい村が数多く築かれた。1309年には、パルマ湖を見下ろす丘の上に、ベルベル城が築かれた。アルムダイナは立派なゴシック様式の宮殿に変えられ、サンフランセセ修道院の建設が始まったのも、この時代だった。マヨルカ王ャウメ二世の息子である、サンス王の知性を経て、1324年から1344年の、 マヨルカ王・ジャウメ3世の地世には経済的な繁栄の時代を迎え、パルマは地中海地域有数の豊かな都市となった。1344年にはアラゴン王・ペドロ4世軍がバレアレス諸島を侵略し、3つの島をサイドアラゴン王国に組み込んだ。1349年にはジャウメ3世がマヨルカ王国の復活を試みたが、リュック・マジョールの戦いで戦死した。 このようにレコンキスタ後もマヨルカ島は、イベリア半島側の政権に完全には組み込まれない時期が存在し、アラゴン十字軍、イタン神門の成功、ユダヤ人やモサラベの迫害といったイベリア半島の情勢と距離があった。コルシカ島、サルデーニャ島、シチリア島へと領土を拡張していったアラゴン王国は、地中海の改造を必要とし、マヨルカ島のコスモポリタニズムがこれに応えた。 13世紀から15世紀頃まで、マヨルカ島の地図制作学派という、ユダヤ人の職人集団が、その幅広い国際的ネットワークを活かして、西方教会圏の西ヨーロッパの知識のみならず、東方教会圏のアナトリア半島や、イスラーム圏の北、アフリカやサハライナンのアフリカの知識をも取り込んだ、当時としては、詳細な装飾地図を作成した。これらは、カタルーニャ語で書かれ、 カタルーニャ地図と呼ばれる。1601年に完成したパルマ大聖堂1479年にはアラゴン王国とカスティーラ王国が統合することでスペイン王国が成立した。バレアレス諸島はたびたび北アフリカからやってくるバルバリア海賊に攻撃されたため諸島の住民は沿岸部に監視塔や要塞教会を建設した。16世紀のマヨルカ島では何度か暴動が起こり、 ユダヤ人の遺憾尋問が行われ、オスマン帝国の脅威にさらされた。このような情勢を受けて1570年には、スペインをフェリペニ世と、その助言者が、バレアレス諸島住民の完全な疎開を検討している。17世紀にも公益活動が復興することはなく、薬病によって数千人が亡くなった。中世からルネサンス期のマヨルカ島は、地中海貿易の中継地となった。 バレンシアから輸出されたムーア人様式の陶器の影響を受けてイタリア各地で作られるようになったマヨリカ焼きの語源はマヨルカ島であるとされることもある。カリフォルニアで布教したフニペロセラ神父18世紀初頭のスペイン継承戦争はスペインブルボンアサが確立した戦争である。この戦争の最終局面ではマヨルカ島の征服が行われ1715年7月2日には ブルボン艦隊がマヨルカ島に到着して、マヨルカ島は交付。1716年のヌエバプラント王令によって、マヨルカ島はバレアレス県の一部となり、1718年にはマヨルカ島一般議会が解散させられている。ブルボン朝の下で公的な言語がカタルーニャ語からスペイン語に置き換えられ、さらには飢饉、干ばつ、薬病がマヨルカ島の住民を苦しめた。 18世紀に生きたマヨルカ島出身人物として、フランシスコ海修道士のフニペロセラがおり、セラ神父はアメリカ大陸のアルタカリフォルニアでの布教に大きく貢献した。1808年から1813年のスペイン、独立戦争時にはフランスに近いカタルーニャ地方からマヨルカ島に難民が流入し、社会的、政治的な緊張状態が高まった。 1820年から1822年には北アフリカのアルジェリアや南アメリカに大規模な移民が行われた。1837年にはマヨルカ島とイベリア半島の間に初めて定期船が就航した。19世紀にはマヨルカ島にもブルジョアが誕生し、社会変革のうねりが起こった。パルマ近くの湿地帯は干拓され、新たに造成された土地は農地となった。 カタルーニャ語の復権を試みる地域主義が芽生えた。1857年から1887年の期間には農業と工業が発展したために人口が急増したが、その後の10年間にはバレアレス諸島全体で経済が低迷して人口が減少した。外中フィロキセラの流行によって成長を著しいワイン産業が大きな打撃を受けた。 さらに千八百九十八年の米西戦争でスペインが植民地を喪失したことでマヨルカ島では造船業も打撃を受けた。繁栄の時代は終わりを迎え、この時期にはマヨルカ島の住民の多くがイベリア半島本土やアメリカ大陸に移住した。パルマの人口変動千九百三十六年七月のスペイン内戦開始時にマヨルカ島はナショナリスト派の画像だったが、 8月16日には、共和国派がナショナリスト派を駆逐して島を救うことを目的とした上陸作戦の対象地となった。共和国軍はナショナリスト軍を圧倒して 12km 内陸まで押し込んだが、空軍力に優れたナショナリスト派は主にイタリア空軍をマヨルカ島に派遣し、共和国軍は退却と9月12日の完全撤退を余儀なくされた。この出来事は、 マヨルカの戦いとして知られている。フランコ体制下のマヨルカ島の政治的状況は、イベリア半島本土と変わらなかった。1960年代には観光ブームが起こり、数多くのホテル、マンション、ショッピングセンターが建設された。20世紀の観光ブームは、スペイン本土、ヨーロッパ、南アメリカ、アフリカからやってきた移民による人口増加が要因であるとされている。 スペイン1978年憲法が制定されて、自治州設置の扉が開かれると、1983年には、バレアレス諸島自治憲章が制定されて、バレアレス諸島州が発足し、バレアレス諸島州にある3つの島評議会の一つとして、マヨルカ島評議会が設立された。十一世紀には、ミラー計画と呼ばれる都市再開発の下で、欧州連合外の特に、 アフリカと南アメリカから移民労働者を引き寄せた。今日のマヨルカ島住民は概して高い生活水準にある。リーバン半島自然公園海水面が低下した氷河期にはマヨルカ島とメノルカ島が陸続きだったため、動植物省にはメノルカ島との類似性が見られる。一方でマヨルカ島などのジムネジアス群島と イビサ島などのピキューザス群島が陸続きだったことはない。最も小さな野生の哺乳類は、ハツカネズミやトガリネズミであり、最も大きな哺乳類は、ジャコウネコである。鳥類は哺乳類よりも豊富であり、2000種以上が生息、または渡りの際に、マヨルカ島を使用している。特に島の北部で、バードウォッチングが流行している。松、黒梅モドキカ、ローズマリー。 野生のオリーブ、パスタシア・レンティスカス、チャーマロップス・ヒュームリスなどがマヨルカ島の主要な植生である。産地では半日花中やラベンダーが卓越しており、産地の高校水量地域ではコルクガシが残っている。海岸部の砂丘には大浜ガヤ族が生えている。人間によって導入されていない植物で衰退傾向にないのは松のみであり、それは人間の手が加わっているためである。 マヨルカ島は、降水量が少なく、一年を通じて、水をたたえる河川が存在しない。さらには20世紀後半の灌漑農業や、観光開発などで、水需要が増大した結果、水資源の逼迫が取り沙汰されている。1972年には、トラムンターナ山脈の南北に、ゴルクブラウチョスイチとクバチョスイチが建設されたが、 1994年と1997年の渇水時には、それぞれ700万平方メートルの真水が、スペイン本土から、マヨルカ島に、海路で輸送された。1999年には、パルマ海水淡水化施設が稼働を開始したが、高い環境負荷などが批判の対象となっている。2001年には、バレアレス諸島水利計画が発行され、長期的な水資源開発。 利用計画に取り組んでいる。水質汚染問題の例として、環境的に死んだサンタ・ポンサワンが挙げられる。ショパンとサンド音楽家のフレデリック・ショパンは、マヨルカ島とか変わりが深い。1838年から1839年の冬、ショパンとフランス人作家のジョルジュ・サンドは、マヨルカ島のバルデモーサに滞在した。ショパンは、結核が悪化しており、乾燥していて、 太陽も多いバレアレス諸島で療養するよう医者に勧められたためだとされる。マヨルカ島での冬はショッパーにとって生産的な期間であり、1835年に書き始めていた雨だれのプレリュードを完成させたのは、マヨルカ島で過ごしていた1839年1月のことだった。また、マヨルカ島ではバラード第2番、2つのポロネーズ、スケルツォ第3番に着手した。 バルデモーサ修道院には、ショパンの記念館があり、スコアや原稿などが展示されている。1855年、サンドは、マヨルカ島での経験を、小説、マヨルカの冬に書いた。マヨルカ島にあるサルバドールの銅像オーストリア大公、ルートビヒサルバドールは、バレアレス諸島観光の先駆者だった。サルバドールは、ノイエンドルフ博だった1869年に、初めて、 バレアレス諸島を訪れると、マヨルカ島を愛して、マヨルカ島住民からも愛された。マヨルカ島出身の女性と結婚し、マヨルカ島で22年間暮らした。自然保護や娯楽を目的として、自然地域を購入しており、今日ではいくつかのトレッキングルートに、サルバドールの名が関されている。サルバドールは、カタルーニャ語を学び、動植物、歴史、文化の研究を行うと、 バレアレス諸島に関する、極めて包括的なコレクションである、ディーベイレレン全7巻を発表した。イギリス人小説家のアガサクリスティは20世紀諸島に、マヨルカ島を訪れ、パルマとポリエンサ港に滞在した。彼女が1939年に表した、黄色いアイリスの中には、短編、ポリエンサ海岸の事件が含まれている。アルゼンチン人作家のホルヘルイス・ボルヘスは、 家族と共に二度迷るカ島を訪れ、コミュニティ誌、バレアレスに、エストレーディアと、大聖堂という二編の詩を寄稿した。大聖堂は、パルマ大聖堂への称賛を表した詩である。ニッカラグア人詩人のルベンダリオは、小説、エルオロデマヨーカや、ライスラデオロと呼ばれる何編かの詩を書いた。ピラール・イ・ミロ財団美術館カタルーニャ人画家のジョアン・ミロは、 生涯を通じてマヨルカ島と密接に関係している。ミロ自身はバルセロナ出身だが、ミロの母親はマヨルカ島出身である。さらに、1929年にはパルマでマヨルカ島出身のピラール奮行者と結婚し、1954年にはマヨルカ島に定住した。ピラールイミロ財団美術館はかつてミロが住んでいた家であり、マヨルカ島で、 最も入館者数の多い博物館である。多くの絵画や彫刻が展示されている他に、ミロの制作風景を模したアトリエもある。近年には、パルマに、アスバルアード近現代美術館が開館し、幅広く興味深いコレクションを有している。アルクーディア周辺には、ポリエンサモノグラフ博物館、教会博物館、ヤニックイ・ベンジャコバー財団美術館という、三つの美術館、 博物館がある。ポリエンサ、ベニサール、アングラーダ・ダカマラサ、ティト・シタディーニ、アダン・ディレ、ソロウラには美術学校がある。現代スペイン美術界で最も有名なマヨルカ島出身者はミケル・バルサローであり、バルサローは2003年にアストリアス交代子上芸術部門を受賞した。デイヤにあるグレーブスの自宅トラムンターナ山脈は芸術家に人気がある地域であり、長く デイヤに住んだロバート・グレーブスは、パブロ・ピカソや、アレック・ギネスなど多くの友人を招待した。ピーター・ユスティノフは、マヨルカ島北部に恋し、毎年オテル・フルマントールに滞在した。イタリアの未来派画家、彫刻家であるアリギサスは1963年に、ポリエンサ近郊の村に移り住み、2000年に、ポリエンサで死去した。アルクーディアのロータリーにはサスが制作した巨大な、 馬の彫刻が設置されている。2011年にはマヨルカ発展国際映画祭が創設された。毎年11月に世界各国から映画制作者、プロデューサー、監督などを集め、パルマのプリンシパル劇場が主会場となる。エジプト人、フェニキア人、ローマ人、ムーア人、ユダヤ人、カタルーニア人とマヨルカ島には、 歴史的に異なる文化を持つ民族が住んでいたため、異なる背景を持つ文化行事が行われる。マヨルカ島の住民の99%はカトリックである。マヨルカ島の全地域では12月25日にクリスマスが祝われ、クリスマスイブには教会でイエスの誕生が祝福される。1月6日には東方の三博士の行列が行われ、1月17日には 聖アントニオの祭礼が開催される。聖週間には馬車のパレードが開催され、この日のためにエンパナーデスと呼ばれるペーストリーが作られる。6月29日は漁師が存在するほぼ全ての沿岸自治体で漁師の守護聖人である聖ペドロとカルメルの聖母の祭礼が行われる。マヨルカ島にはバイデボットまたはバイデパジェスと呼ばれる伝統的な舞踊があり、この舞踊は 男性ではなく女性がリードする。アイアンマン、マヨルカオープンウォータースイミングの国際大会、トライアスロンの国際大会、国際エアロビアンドフィットネス会議などのスポーツ大会がマヨルカ等で開催される。9月に開催されるオープンウォーターズスイミング大会は、島北部が舞台であり、約 7km のポリエンサワンを泳ぎ切る必要がある。 ダビトメカやシャビトーレスなどの著名な水泳選手が出場したこともある。アイアンマンマヨルカはプジマ城をも舞台とするトライアスロン大会である。マヨルカ島は自転車競技に理想的な条件を持ち、当期にはヨーロッパを代表する自転車競技チームがトレーニングのために訪れる。マヨルカ島には19のゴルフコースがあり、マイケル・ダグラス、ジャック・ニコルソン、 ジョンとシャック、ヨハンクライフ、ブリジッタなどが、島内のゴルフコースを回った。マヨルカ島はスペインで闘牛が盛んな地域ではないが、豊かな闘牛の伝統と多くの支持者を持っている。マヨルカ島には、パルマ、ムーロ、ファラニチュ、インカ、アルクーディアに闘牛場が存在し、夏季には、全土で闘牛が開催される。マヨルカ風野菜の煮込みバレアレス諸島やマヨルカ島の料理は、 地中海料理に含まれ、伝統的にオリーブオイルとラードによって味付けがなされている。ラードは伝統的な豚の屠殺方法を用いて生産され、豚肉も部位ごとに様々な料理に使用されている。特徴的なマヨルカ料理の一つに、細かく刻んだパン、肉の切れ端、野菜などが入っているソパマヨルキーナが揚げられる。バレアレス諸島のソブラサーダマヨルカ島を象徴する。 食材としてオリーブとアーモンドがある。伝統的な食後の軽食としてゼリーやジャムを塗ったブレッドスティックがあり、ゼリーとジャムの輸入量が多い。マヨルカ料理には豚肉のソーセージであるソブラサーダ、アロスブルッドなどがある。バレアレス諸島産のチーズはイスラーム支配時代でも尊重されたが、イギリス支配時代に生産量が拡大した。 牛乳を用いた箱型のチーズであり、保存のために皮が黄色、または大色をしている。隣接するメノルカ島の魔王チーズは、バレアレス諸島で最も人気のあるチーズであり、1985年に原産地故障に認定された。ローマ人がマヨルカ島にブドウの苗を持ち込んだことで、マヨルカ島のワイン生産の伝統が始まった。今日では、 数百ヘクタールのブドウ畑があり、白ブドウ品種では、モイーシュ、マカベオシュ、パレヤーダダネ、黒ドウ品種では、マントネグロシュ、カリエットダネ、テンプラニーリョダネ、モナストレルダネなどが栽培されている。マヨルカ島で最も著名なワイン産地は、中央部のビニサレムである。500年前から優れたワインを生産しており、20世紀後半における、マヨルカワインの復活は、ビニサレムで起こった。 1990年代初頭には原産地故障産地に指定された。ビニサレムの他の産地としては、プライ・リエバンなどがあり、マヨルカ島中央部から東部にかけての18自治体で伝統的手法によるワインを生産している。近年になってアルクーディア周辺でもブドウ栽培が再開され、マヨルカ島北東岸の17村で産地を形成している。今日では、 ヴィニサレムとプライ・リエバンの二つの産地が、スペインの原産地故障制度である、デノミナシオンで、オリヘンに指定されている。エンサイマダ・マヨルカ島では、エンサイマダと呼ばれる、ペーストリーの伝統があり、ジュゼップ・プラは、この国の歌手の中で最も軽く、最も繊細で、最も優美なものと称えた。エンサイマダの起源は不明だが、イスラーム支配時代やマヨルカ島のユダヤ人に、 関連しているとされることもある。初めて文献に登場するのは17世紀に遡り、長年にわたってこの島で食されている。塩菜まだは、小麦粉、水、砂糖、卵、スターター生地、ラードを取材料とし、発酵と調整後に粉砂糖が振りかけられる。近年には、パンプキンジャム、クリーム、アーモンド、チョコレート、果物などがトッピングされることもある。 大きさや重さは多様であり、大家族が集まった時には、デザートとして巨大なエンサイマダが食べられる。アルクーディアではほぼ全てのバルやカフェでエンサイマダを注文することができ、それぞれのバルやカフェは自前のオーブンで焼いている。1996年には、マヨルカ島のエンサイマダという名前の使用が保護され、2003年4月には、バレアレス諸島州政府が、 地理的表示を承認した。パムボリパムボリはパンにトマトを塗りつけた簡素なカタルーニャ料理であり、マヨルカ島ではラマリエット種と呼ばれる可比の薄い地元品種が使用される。トマト以外にはたっぷりのオリーブオイルと一つまみの塩を振りかけ、トーストしたりニンニクを塗ったりすることもある。しばしばソーセージやチーズも乗せて食べられる。マヨルカ島は オリーブの栽培の長い歴史を持っており、オリーブオイルの生産と、その消費の歴史も長い。オリーブの木は主にトラムンターナ山脈の南斜面で、栽培され、強い風味を持つのが特徴である。マヨルカ島産のオリーブオイルの認知度は、諸島の内外で高く、17世紀から19世紀には、経済面で重要な役割を果たした。188 18年のバルセロナ。 万国博覧会では、マヨルカ島産のオリーブオイルが二等賞を受賞し、初等外で認知されるようになった。2002年には、原産地古賞に認定されている。収穫期の早い段階で摘むことで、果実味を強調したタイプ、完熟させたオリーブを使用することで、黄金色や甘さを強調したタイプの2種類がある。 マヨルカ島評議会の紋章1983年には、スペインに17ある自治州の一つとして、バレアレス諸島自治州が発足し、マヨルカ島は、その一部となった。バレアレス諸島州は、州議会、州政府、州首相、州立高等裁判所を有している。バレアレス諸島州は、マヨルカ島評議会、メノルカ島評議会、イビサ島評議会、 ホルメンテーラ島評議会の4評議会の集合体であり、マヨルカ島評議会は、マヨルカ島とカブレラ島を管轄している。マヨルカ島評議会は、マヨルカ島内の文化、道路、鉄道、市政などを担当している。マヨルカ島にある、各自治体は独自の自治体議会を有している。マヨルカ島の歌は、ラ・バランゲーラである。マヨルカ島評議会パルマには、 スペイン王室の夏の離宮であるマリベント宮殿があり、国王一家は夏季休暇を迷る加藤で過ごす。王室の住居の多くは国会3局が管理しているが、マリベント宮殿はバレアレス諸島州政府の管理のもとにある。スペイン王室は全員がセーリング競技経験者であるため、全員が集まるとセーリングを楽しむことがある。 マリベント宮殿は指定であり、公務に使用されることは稀であるが、非公式の活動に使用されることもある。2007年11月には、スペイン国王フアンカルロス一世が、イベロアメリカ首脳会議中に、ベネズエラのウゴ、チャベス大統領に対して、ポルケノーテカラスと発言したことが、国際問題に発展したが、2008年には、スペイン・ベネズエラ両国の関係修復と、 国交正常化のためにチャベス大統領がマリベント宮殿に滞在した。1980年代にはスペイン王室の正体でイギリス王室のチャールズ皇太子とダイアナの夫妻がしばしばマヨルカ島を訪れている。1988年にはエリザベス2世女王とフィリップの夫妻がイギリス王室ヨットのブリタニア号でマヨルカ島を訪れた。 1994年10月には、日本の秋人天皇、皇后、道子の両陛下が、スペイン国王夫妻と共に、アルムデナリ宮に滞在した。マヨルカ島は、オリーブ、ブドウ、オレンジなどの農産物や、ワインや、ブランデーなどの種類、大理石、鉄、鉛、羊毛、陶器などを産出する。農業と観光業における女性の就業者数が多い、ため、 スペインの他地域に比べて、バレアレス諸島では、有業人口比率が高い。カプデペーラのカーラ・アギリア観光業の特徴、編集バレアレス諸島経済の主要な原動力となっている二つの部門は、工業と農業を押しのけて観光業と建設業である。マヨルカ島には、世界有数のホテル企業がある。マヨルカ島の沿岸はほぼ全域が、 観光地となっているが、観光客の大半は、南岸のパルマとカルビア、さらに北岸のポリエンサ湾とアルクーディア湾に集中している。数多くの美しい砂浜やビーチリゾートが島内に点在しており、マヨルカ島にあるビーチの数は139カ所に上る。特にバカンスの季節になるとビーチは、海水浴を楽しむ観光客でごった返す。ビーチ以外にも、北部には海へと切り立つ。 断崖絶壁やその間に点在する村々、また、東部のポルトクリストには、ドラッグ洞窟など、多数の巨大な小入道がある。アンドラッチ港今日でもマスツーリズム観光客は、太陽と砂浜を求めて、マヨルカ島にやってくる。旅行会社のイメージ戦略によってエ S を目的とした、下記の観光客が多く、特に浜辺での飲酒と、性行為を目的とする若者による、 騒音問題やモラルの低下は社会問題にもなっている。2011年の国別観光客数はドイツが37%、イギリスが21%、スペインが13%だった。平均滞在日数は8.5日間だった。パルマにあるホテルメディテラネの宿泊者名簿には、エヴァガードナー、リチャード・ニクソン、イラン、ポリエンサにあるホテルフルマントールの宿泊者名簿には、 ウィンストン・チャーチル、ダグラス・フェアバンクス、チャーリー・チャップリン、クリストファー・プラマー、ウェールズ・コー、チャールズ、モナコ大公・レーニー・サンセイト・グレース・ケリーヒ、スペイン国王フ・フアンカルロス・イッセイト・ソフィアヒなどの名前が書かれており、ジャクリーン・ケネディオ・ナシスやその夫、アリストテレス・オナシスもこのホテルを起点に、ヨットで地中海を巡航した。観光業の歴史。 編集サンタポンサのホテル群ギリシャのケルキラ島などと共にマヨルカ島では地中海の当初の中では早くから観光発展が始まった。19世紀にフランス人貴族がやってきて主にパルマに滞在しながら島内の自然景観や文化的景観を楽しんだのが観光業の創始である。イギリス人やドイツ人は特に陶器の飛観地にマヨルカ島を選んだ。 19世紀中頃までの観光客数は年間数千人に過ぎなかったが、20世紀に入ると観光客数が急増し、1920年代には地中海クルーズの目的地、またスペイン人にとっての新婚旅行の目的地となった。イギリス人によって始められたハイキングをスペイン人も楽しむようになり、ドイツ人は高知にある歴史的な街を目指すハイキングをブームに導いた。 1930年代にはアメリカから海水浴と日光浴がもたらされ、ヨーロッパ人にとっては珍しかった肌を露出させた、装いもファッションとして定着した。作家やミュージシャンに愛される、デイアの街第二次世界大戦後のヨーロッパでは、当初観光がブームとなり、マヨルカ島のマスツーリズムは1950年代末に始まったとされる。1950年のアメリカ人が、 冷戦下のヨーロッパ政策としてインフラ整備を開始し、イギリス人がホテル建設やリゾート開発などを行った。1960年代初頭にはパッケージツアーが始まり、1964年にスペイン政府が外国人観光客の増加を目指す観光政策を実施したことで、さらに国外からの投資や観光発展が進んだ。 1964年末時点では918件のホテルまたはペンションがあり、総ベッド数は4万908床に達した。ピーク時には2日に1件のペースで宿泊施設が開業したとされる。1970年代から1980年代には、イギリスだけでなくドイツの旅行会社によるパッケージツアーが増加し、 イギリス人観光客とドイツ人観光客の目的地は分かれた。マガルフやサレナルなどでは英語表記の看板、プラヤでパルマやアルクーディアなどではドイツ語表記の看板を多く見ることができる。1960年代から観光客は一貫して増加傾向にあり、1960年代末から1970年代が最初のブーム期であるとされる。 1977年時点では、スペインの宿泊施設数は9542件だったが、バレアレス諸島には、県別で、スペイン最多の1467件があった。うち290件は3つ星以上のホテルであり、宿泊施設の充実度は当時から際立っていた。1990年代は、水退期であり、カルビアでは、 競合相手の増加による観光客の減少、マスツーリズムではない個人旅行の増加、乱開発や環境問題などが起こったものの、マスツーリズムからサステイナブルツーリズムへの移行がうまくいった結果、1997年以降には数多くの観光関連の賞を受賞するようになった。1950年代には落ち着いた内陸部や山間部への別荘の開発が始まり、 1980年代には、夏季の別荘滞在や退職者の長期滞在が増加した。2000年には、貸し別荘が3万9000に達している。また、農場家屋を宿泊施設として利用するアグリツーリズムが盛んとなり、2010年時点で175件の農場家屋がドイツ人の富裕層などに利用されている。2000年時点で、バレアレス諸島では、 域内総生産の60%以上を観光業が占めていた。1986年時点では、島全体にリゾートが4つあったが、2000年には13に増加し、これらのリゾートは大量の真水を必要としている。2000年春季には、水不足と水供給の問題が重なったことで、ドイツからの観光客が通常期の1、3にまで減少した。 2013年には950万人がマヨルカ島を訪れ、バレアレス諸島全体には1300万人が訪れた。国、地域別の観光客数、編集マヨルカ島のアーモンド畑マヨルカ島は、地中海地域の島としては珍しく肥沃で緑、豊かである。マヨルカ島の急斜面には、工作が困難な場所もあるが、一部では、人間が、だんだん畑を築いて、 オリーブやブドウを栽培している。マヨルカ島の主要な二つの作物はオリーブとブドウであり、その他には柑橘類、アーモンド、穀物、野菜を栽培している。とはいえ、農業がマヨルカ島の域内総生産に占める割合は1.1%、農業従事者が労働力人口に占める割合は2%と低い。全高地面積の約半分はアーモンド、オリーブ、 稲子豆などの地獄栽培である。冷裁土地所有が卓越しており、1979年時点で中規模土地所有者は農業人口の約27%、農地面積の35%に過ぎず、残りは5ヘクタール以下の小規模土地所有者である。石灰質の痩せた赤土の農地が多く、パルマ周辺を除けば、灌漑農地は少ない。農業機械の導入は遅く、 農業従事者の所得水準は低い。ローマ人がマヨルカ島にオリーブを持ち込み、13世紀にはすでにオリーブオイルを生産していた記録が残っている。19世紀にはマヨルカ島からの輸出品の90%を占めており、観光業が発展するまでの主産物だった。その後一旦は衰退したものの、今日には復活して年間10万リットル強を生産している。 マヨルカ島には5万5千ヘクタールの土地に500万本のアーモンドが植えられているとされる。気候などが影響して、マヨルカ島のアーモンドは水分含有量が低く脂肪含有量が高い。一般的にアーモンドの開花時期は2月であり、収穫時期は8月である。マヨルカ島南東部にあるコロニアサンジョルディエンスイコからは年間約1万5千トンの開園が収穫される。 この塩水湖は海水をポンプで汲み上げて造成された人造湖であり、マヨルカ島の海塩はマグネシウム、カリウム、カルシウムなどを豊富に含んでいる。マヨルカ島は四方を海に囲まれているものの、漁業は長い低迷期にあり、マヨルカ島で販売されている魚類の大部分はイベリア半島の漁港から輸入したものである。カンペールのストアカンペール、ファルチュ。 ヤンコなどはいずれもマヨルカ島に工場を持つ比較製品メーカーであり、いずれもスペイン国内外で知られた存在である。この中で最も著名な靴メーカーのカンペールは比較の町と呼ばれるインカが発祥の地であり、マヨルカ島の中心部に位置するインカは比較製品の製造に特化した多くの工場や工房を有している。ファルチュ、ヤンコ、ロトゥセは靴、バッグ、コート、 手袋など高品質の比較製品を製造している。13世紀から15世紀のマヨルカ島では地図制作技術が花開き、中世後期には世界で最も重要な地図制作拠点の一つだった。この時期に活躍した地図制作者を総称してマヨルカ地図制作学校と呼ぶことがある。実際に地図制作を学ぶための学校が設置されていたわけではないが、 バレアレス諸島からは、優れた地図制作者が数多く生まれた。この時代の地図には、地中海ばかりではなく、航海、国海、バルト海、大西洋沿岸も描かれ、カタルーニャ語以外には、ラテン語も用いられた。主要な地図制作者には、アンジェリ・ドゥセルと、ギリエム・ソレール、ガブリエル・デ・バルセカなどがいる。この時代の地図制作者の多くは、後に、カトリック領王によって、 スペインから追放されることになるユダヤ人だった。カタルーニャ語の方言分布図スペインは全土でスペイン語を公用語としており、マヨルカ島を含むバレアレス諸島州はスペイン語以外にカタルーニャ語も公用語としている。バレアレス諸島州自治憲章でカタルーニャ語は私たちの言語とされている。島民によって話されるカタルーニャ語マヨルカ方言はマヨルキとも呼ばれ、 集落ごとに発音がわずかに異なる。地域言語に厳しい政策を取ったフランコ体制は1930年代末から35年以上続いたため、マヨルカ島生まれの住民はほぼ全員がスペイン語を話すことができる。フランコ体制下で教育を受けた住民はカタルーニャ語を読んだり書いたりすることが困難であるし、マヨルカ島にある五つの日刊誌の中にカタルーニャ語で書かれている。 日韓史は存在しない。2012年、バレアレス諸島州政府の政権党である国民党は、学校でカタルーニャ語を優先的に扱うことを終了し、公用語二言語を同格に扱う意思を発表した。この発表でかなり近い将来に、迷る家系カタルーニャ人は消滅するだろうとされている。かなりの数の観光客は、英語の母語話者であり、観光客の多くは、イギリスとアイルランドから、 またアメリカ合衆国とカナダから来る。また、ドイツ語圏からの観光客も多く、マヨルカ島はドイツの17番目の連邦州であるというジョークもある。マヨルカ島で発行されている地元紙のいくつかは、ドイツ語圏や英語圏に関するドイツ語や英語の情報を含んでいる。新聞販売店やホテルなどでは国際的な新聞を容易に売ることができ。 本国からわずか数時間の遅れでドイツ語詞や英語詞を読むことができる。カタルーニャ語の言語政策という観点で、マヨルカ島の住民は、親カタルーニャ語派、反カタルーニャ語派、無関心派の3つに分類されるが、最も多いのは無関心派である。親カタルーニャ語派の中には、フランコ体制下で投獄されたり亡命していた者も,も多い。カタルーニャ語のテレビ番組の増加などを主張し、 カタルーニャ語やカタルーニャ文化の促進のためのイベントに資金を提供している。反カタルーニャ語派は少数派であるものの、カタルーニャ語の看板を破壊したり、カタルーニャ語の放送局である TB3 の受信局を爆破する事件を起こしている。航空、編集パルマデマヨルカ空港マヨルカ等発の民間飛行場はソンボネー飛行場であり、1927年に 初の商業飛行が行われた。1960年にパルマデマヨルカ空港が開港し、主要空港の座がソンボレー飛行場から移った。パルマデマヨルカ空港は、マドリード・バラハス空港、バルセロナ・エル・プラット空港に次いで、スペインで3番目に旅客数の多い空港であり、2014年の旅客数は2310万人だった。 スペイン本土やヨーロッパの主要都市との間に定期便が就航しており、イギリスのロンドンの諸空港やドイツのフランクフルト空港から約2時間半の距離にある。夏季の数ヶ月間はヨーロッパで最も混雑する空港の一つであり、夏季にはパリオルリー空港よりも発着便数が多いと懸念されたこともある。国際便には主に大型ジェット機が使用される。パルマ空港から 中心市街地までの距離はわずか 10km であり、高速道路とバス路線が通じている。パルマデマヨルカ空港の発着便数の70%は定期便以外のチャーター便であるとされる。2007年時点でパルマデマヨルカ空港には526便、日の定期便が設定されており、うち41便はバルセロナエルプラット空港行き、36便はマドリード・バラハス空港行き、 11便は、イビサ空港行き、7便は、メノルカ空港行きだった。バレアレス諸島内の島よりも、バルセロナやマドリードとの結びつきを施行しており、バレアレス諸島内では主に50人乗りの小型機が運航されているに過ぎない。イベリア航空、エア、ヨーロッパなどが小規模なターボプロップ機を運航し、パルマデマヨルカ空港とバレアレス諸島の各空港を結んでいる。鉄道、 編集マヨルカ島の鉄道も1875年2月には、パルマとインカを結ぶマヨルカ島発の鉄道が開業した。機関は 914mm であり、入手が容易なイギリス製の蒸気機関車や車両を使用して、投資額が抑えられた。アルター、マナコール、サポブラ、ファラニチュ、サンタニーなどの主要な町にも鉄道が通じ、近代化の過程で、 メーターゲージへの変更や、機動車の導入などがなされた。1960年代末以降には相次いで路線が廃止され、ソーリエル方面の路線を除けば、インカ以外の主要な街から鉄道が失われたが、2000年代になって運行再開が進んでいる。今日のマヨルカ島には、州政府が運営するマヨルカ鉄道と民間企業のソーリエル鉄道という二つの鉄道会社がある。 マヨルカ鉄道は、郊外路線3系統とパルマメトロ2系統を運行している。郊外路線は、パルマから北東に向かって伸び、パルマと島内の他地域を結んで、高頻度の運行を行っている。1号線は、パルマと島中央部のインカを結ぶ路線である。インカからは2号線が、北部のサ、ポブラに、3号線が、東部のマナコールに分岐している。2号線は、 アルクーディアまで3号線はカララトゥハダまで延伸する計画がある。2007年にはパルマデマヨルカでパルマメトロ1号線が開業し市内中心部のスペイン広場駅とバレアレス諸島大学もよりの優位部駅を結んだ。2013年にはメトロ2号線が開業しスペイン広場駅と市街地北東部のマラチ駅を結んだ。ソーリエル鉄道は1912年からパルマと トラムンターナ山脈内にあるソーリエルを結んでおり、保存状態の良い木製の列車が多くの観光客を運んでいる。ソーリエル駅は1606年の建築物である。ソーリエルにはソーリエル鉄道のほかに1913年10月に開業したソーリエル路面電車もあり、ソーリエル市街地の憲法広場とソーリエル港を結んでいる。会場交通。 編集パルマ港に停泊中のクルーズ船、パルマデマヨルカのパルマ港は、バレアレス諸島の最大、最重要港であり、海運業、漁業、クルーズ、旅客輸送、軍事輸送に使用されている。スペイン本土のバルセロナ港、バレンシア港、デニア港からパルマ港に向けて、毎日定期便が運航されている。一般的なフェリーの場合は、それぞれの港から約5時間かけて、 マヨルカ島に到着する。クルーズ会社数社がパルマ港を気候港として使用し、海運会社数社がパルマ港を本拠地として使用している。夏季にはバレアリア社によってバルセロナと北岸のアルクーディアを直接結ぶフェリーが運航されている。外してフェリーの運賃は航空機を使用するよりも安価である。北東岸にあるアルクーディア港からは メノルカ島のシュータデリアでメノルカとマオーマオンに向かう定期便があり、約90分で両島を結んでいる。パルマ港とアルクーディア港の利用者数を合計すると、年間約80万人がフェリーでマヨルカ島に入島している。アクシオナ社、バレアリア社、イスコマール社、インテリリエス社などがパルマ港に入港する定期便を有している。さらに、 パルマとイビサ島のエービスサを結ぶフェリーが毎日運行されている。カタルーニャ語の父ラモンデュイテニス選手のラファエル・ナダル。ありがとうございます。